いたずら方面。あ、負けた。エクション。ね、月がくしゃみしたらくしゃみかわいいってコメントある。わしくしゃみしても汚ねってコメントしか来ないのなんだこれ。かわいくくしゃみしてないからじゃない。エクキュなんてなんてなんて。なんかさ、それクロちゃんの前やんなかったっけ。あ、やったっけ。みたいなやつ。あ、なんだっけ。なんか最近マユシーの声真似しかしてないから記憶が。マユシーの声真似でじゃくしゃみして。え。うん、くしゃみ3回連続で切る人は、鼻血出やすいらしいですよ。あ、あのさ、くしゃみさ、単発派とさ、フルオート派いるよね。その表現方法初めての。単発の場合はバーストなので。バースト。いやフルオート、もっともっとなんか。フルオートはもうめっちゃくし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 ゃ。いるよね。めちゃめちゃつぼってる。あ、この上の家が強いかも、もしかしたら。そのもういっそ食べるようにしてる。もうどう別になんかそれで俺が、あ、こいつずずしいやつだなと思われても、もうそれしょうがないかなって、それしょうがないかなと思って。でもなんか絶対残り続けるから、そこで食べないと。居酒屋の唐揚げ、それと同じようになんか LINE もなんかどっかでやめないと終わんないじゃん。わかる？あるよね、そういうの。だからさ、その仕方なく既読無視してる。仕方なく。だから俺にとってその既読無視は、あの居酒屋の最後の一個の唐揚げと一緒。なんか例え話が謎にうまくてよくわかんないこと言ってるんだけど納得しかけるって言われることあるわ。褒められてるんだよな、それは。きっと筋が通ってないこともなんとなくちょっと正しいっぽく聞こえるっていうことありますよね。なんか五択を並べられると五択を並べられると、そのああそうなのかなみたいな、ああ確かにみたいな、よくわかんないけどそうなのかなみたいな。だからうまく五択を並べるのも結構大事なのかなって。あべ、撃たれてんだろ。ほら撃たれてんだよアホがよ。ウルト入れてくれ。ウルトからウルトからなるぜ。なんで入れてくれなかったの。大丈夫でしょう。後ろからクリプトのドローン来てる。うわ、ディボはダメよ。ディボはダメよ。ディボはダメ。助けてもらってるのにさ、うん、例えばソラルさんが怪我してる時にさ、はい、もう大怪我負ってるのよ、うん、起き上がれないぐらいの、うん、マキロンからって言う。普通にそんなこと。今は道路の真ん中で包帯を巻こうとしてて道路の脇に寄ってっていう感じ。車通ってるから道路のせめて歩道に連れ出してくれって。そうそういう感じ。なんで俺より怪我人の方が冷静な状況判断ができるの。おかしいよ。だっていたじゃん真上に敵。たとえ一つであのユーレス変わってくるの困るわ。怖いよ。自分から例え出しといてさ。変な分かりづれ例えすんなよ。ごめん、俺が悪かった。マジかよ、そこで負けるんだ。負けるんだ。ハンターハンター全然知らない人に説明するね。じゃあハンターハンターのことは、じゃあワンピースで例えるわ。今ね、あのね、イーストブル編が終わってアーロン倒した後、アーロン倒してグランドラインに行く前だね。今グランドライン、アーロン倒してからグランドラインに行く途中今。ハンターハンターしな、設定的にはね。ハンターハンターの主人公たちがいる、ゴンたちがいる世界は世界の中のマジで一部で、
今からその世界のほぼ全てである暗黒大陸に行く。多分あと300年ぐらいはかかるかな、多分。で、そう、キメラアント編っていうのがあったんだけど、キメラアントっていうのはその暗黒大陸っていうバカでかい世界の大半から来たただのアリだったっていう。もっとヤバい生き物たくさんいますよっていう。ちなみにワンピースで例えると、ルフィがそのアリを倒すのにもう全ての力を使い果たしちゃったせいで、ゴム人間じゃなくなって一般人になっちゃった。そんな感じです、ワンピースで例えると。アーロン倒すのに全ての力を使ったせいで泳げない一般人になったみたいな感じだね。今風車村でルフィは働いてる。普通に飲食店で、風車村の飲食店でバイトしてるルフィ。まあそんな感じの漫画です、ハンターハンター。気になった方は読んでみてください。